ケベリアもですね、非常にこう種類が豊富でですね、人気の高い品種、まあいろいろありますけどね、こちらにあるやつ、桃太郎、桃太郎はね、万人に人気でしょうね。まあ自分はあのザラゴーサとかね、クスビダータとかそういったやつ好きですけど、桃太郎っていうのはね、かなり多くの人に人気じゃないかなと思います。これが群生したタイプのね、桃太郎、これ植え替えてね、そんな立ってないのでちょっと色づきはね、いまいちですけど、こういうね、感じのものになります。群生タイプ、これはね比較的最近、糸島の時にあの近くの園芸屋さんで買ったやつなんですよね。しっかりしたこう、根は張ってましたけど、あまりこう据えてませんかね。だけどこう葉数が多くてこう気に入ってね、買ったやつ。これもこれサイズがあんまだ35、比較的ちょっとね大きいやつに植えてます。いろいろある。同じ桃太郎って言ってもね、顔違いというかいろいろある。これ結構気に入ってますね。こちらねバランスがいい、爪もね鋭くてですよ、葉数も多くてこうバランスがいいね。ここちょっと花芽がね出てきてますけど、はい、これは A30 に植えてますね。これとか結構古いけどどうかな、あれですね、紅葉っていうか、緑色が強いね、他のやつに比べてですね、まあ、爪は鋭い、こういったやつね。これまた友達からもらったやつなんやけど、まだかなり小さいけど、こう爪の鋭さがね、この後かなりこう期待できる。かなり鋭い、この中で最もね、鋭いかもしれません、こういうやつね。これも桃太郎、これも最も小さいですね。これはこれあんまりまだ根付きがないやねかな。そうそう、まだね、多分ほらこれね、こう根っこが出てますけど、まあまあこれからの桃太郎やね、これまあいい感じですね。春にはしっかり根付くでしょう。でまあ桃太郎といったら、パルクさんはね有名やね。これあの札がお迎えして相当古くなったんで、代表がね、これ古いでしょこっち、ね、古くなりましたねって新しいのをね、つけてくれた。いい色ですね。この中では最も紅葉してますよね。サイズは小さいけど、まあうちに来てね、結構なる。ギュッと締まっていい感じ。ね、桃太郎。パルクさんの桃太郎はね、こう結構有名です。で、これがですね、ネハリバチに植えたやつ。もう随分ね、色あせてますけど、これもバランスがいい。これと同じようにですね。うん、葉数がかなり多くて、水も吸ってパンパン、葉数が多くて葉まん丸でね、爪も鋭い、ロゼットがギュッと締まってる、そういう意味ではこれとこれと、まあこれがね、バルクさん、この3つがこう締まってていい感じかなとね、いうふうに思います。でこれも結構ね長いんですけど、今年植え替えましたかね。しばらく植え替えてなかったんやけど、多肉間のね、カップに植えたやつ、これ結構古いですね。うん、古いけど、今年初めて植え替えたんやねんかな。はい。こういう感じ。だからまあ、桃太郎といってもですね、まだあります。うち、ここにあるやつの他にですね。まあ、何個かこう、ピックアップして持ってきたんやけど、桃太郎が大体はあれですね、コロラータとチワワ演出のね、後輩地区を言われてて、こう、チワワリンゼとかね、そういう名前でもね、呼ばれたりします。で、こう、こういうね、こう、可愛くて綺麗なんやけど、すごい性質が丈夫。だからね、ほんと育てやすいですね。で、まあ、コロラータがね、どっちかというとこう、どうですかね。歯がちょっとこう細長くて、長いみたいな感じがあって、チワワエンシスがちょっとこう歯がこう短くて丸いっていうかね、まあちょっと小型種っていうか、そういう感じかなとも思いますけど、まあそれぞれちょっとね、そこ辺で、コロラータかチワワエンシスにこうちょっと寄ってるのかなっていう、そういうのはね少しありますけど、はい、こんな感じで、そういった中でですね、ちょっとプラッと園芸店に入ったら、これ、398円、437円。
こちら、これをね見かけた、いろいろね、まあこの生産者さん、あの何個もこう、あったんですけど、これすごいこう形がいいなと。皆さんお迎えするとき何をポイントしてますかね。まあ自分こう履かずが多いとかね、こうバランスがロゼットのバランスがいいとかね、こう思うんですけど、今回これやっぱこう選んだっていうのは、まあいつもよく言ってますけどね、刃がこう短くて、幅広くて、うん、分厚い、そういったやつが好みなんでね。でこれって他のやつに比べてもかなりこう刃が広く丸いですね。ちょっとチワエンシスにこう、寄ってるのかなという気もしますけどね、うん、他のやつに比べても、ちょっとこう特色の違いがある、まあ、これが一番ちょっと近いかなっていうね、いうふうに思いますけど、こちらの方ねお迎えしました、ですからまあいつもねこう苗をこうお迎えするとき、あのイベントとかで言いますけど、選んでくださいとか言いますけどね、うん、だからまあ履かずの大きさだったり、まあバランスだったり、まああとはまあ好みですけどね、こういうふうにこう、刃がこう短くて、幅広くてとか、そういったやつをこうね自分選びがちなんですけどね、皆さんどうですかね、自分はこういうやつをね選びます。まあくすびだったとかね、まあさっきも言いましたけど、そういったやつ好きなんで、そういうタイプっていうのはこう結構ね刃がね長くてこう爪が鋭いんやけど、だから、全て短くて、幅広くて丸いのを好むっていうわけじゃなく、そのこう多肉多肉に応じてね、多少そういったこう、チョイスの仕方はね、あるのかなというふうに、思います。買ってきたねこちら、せっかくですからこれ植えてみましょう。まあ、土のね確認とかもしながらですね。さあどんな感じでしょうか。こんな感じ。土はこういう感じ、カヌマとか軽石かな、うん、そういったのがこう入ってますね。軽くほぐすか、軽くほぐして植えますかね。軽く、植え替えの時はあれですね、まあ濡れた土のまんまの時もありますけど、だいたいこう言われてたのはあれですよね、土が濡れた状態だとそこからこう雑菌が入りやすいから、土を乾かしてやった方がいいというのはこう前々からね結構言われてたことですよね。ですから自分もなるべく、それはねこう守るようにしてます。だからこれお迎えして、まあ、何日かなるけど、まあ、その時土は濡れてたんですけどね、乾くまで吸うまでちょっとこうね様子を見てた、そんな感じです。あんまりこう根を傷つけずにねやっていきましょう。でまあこういう感じの土、軽石やろなとか、ピートモスとかねそういったのが入ってる感じですかね、うん、まあ、軽石こう入れて、まあ厳しめの土でだいたい自分植えますけど、最近はこうねこういうふうに多肉植物用の土とか結構使ってるんで、まあ前がこういう感じですからね、こういう感じですから、ちょっと前とあまりこう環境を変えないようにして今回はね植えてみましょう。こういう感じかな、ほんのちょっといいかな、ほんのちょっともうちょっといこう、もうちょっとね、はい、ほんとなんか土っていうのはあれですね。よし、もうこれで自分は行くぞとか思いながら、またちょっと経つとね、配合を変えてみたり、なかなか自分でもね落ち着いていかないですね。はい、少しねこう大きくしたい、少し育成をしたいということもあるので、今回はねこういう土でいきます。まあ、表面は、まあ、先いつもそうですけど、表面はですね、はけがいいような、ボラと、
赤玉のね、いつもの配合でいきますけど、中は今回、こういうので手見ましょう。ちょっと柔いから固めの土っていうのはあんまり沈んでいかないけど、こういう柔い土っていうのは時間の経過とともにかなりね、沈んできますので、まあ固めの土であっても自分は鉢いっぱいね、すり切りいっぱいこう土を入れますけど、こういう土はねなおさら沈みますので、その点はねそれを踏まえて、植え付けをねされると皆さんいいのかなとねいうふうに思います。はい、でこれね表面だけはねこういうふうにのいいやつ、乾きのいいもの入れます。まん丸な桃太郎でしょ、ね、歯がまん丸、シャープなやつも好きやけど、うん、ここまでまん丸したやつは、まあ自分が持ってる中ではちょっと珍しいかなというふうにね思います。他のは掃除でちょっとね、シャープやからね。これが、最も、まん丸タイプの、桃太郎にね、なります。はい、こんなんでね。完成です。はい、先ほどね、植え替えたのがこちらになります。他のとね比べても、この葉のまん丸さがね、一番こう際立ってるかなと。ただまあお迎えして間もないので葉の数はね、葉数は例えばこれから比べると全然少ないなと。だからこれからねちょっときっちり育成して葉数をね、充実させて、はい、しっかりね。育てていきたいなというふうにね思います。はい、ということでね、まあ最初にねこういろんな桃太郎を紹介しましたけど、まあ桃太郎といってもねこう話したようにこういろいろこういうふうにねこう顔違い、まあ育て方とかねそういったことによってこう変わってきますんでですね、皆さんお迎えするときにですね、まあそういえばこういろいろなのがあったなとかいうことをちょっとこう頭に置いてもらってですね、でそれで、自分のね、好みのものを、選択して、お迎えする、そういったことで、今日の動画をですね、役立てていただけるといいかなというふうに、思います。はい、ということで、本日の動画をこれで終了します。動画をですねいいと思っていただけましたらチャンネル登録等していただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。